はい、皆さんこんにちは、探し物ゼロ、ストレスゼロ、運気アップに変える魔法のお片付け、おうちプロデュース考案者、一級建築士のイルマタルです。第51回、イルマタルの部屋をお送りしていきたいと思います。この番組は褒めちぎるプロデューサー、一級建築士のイルマタルが毎回さまざまな分野でプロとしてご活躍されている方をゲスト様としてお迎えして、今の状況になるまでのプロセスだったり、苦労したこと、まあ、今後の、展望などを深掘りして、これから何か始めたいなと思われている方のお役に立っていただければと思ってお送りしている番組となっております。はい、はい、で最後には、ゲスト様の、思考部屋ビジネスのモヤモヤを解決するスッキリワンポイントアドバイスコーナーもありますので、最後までご覧ください。この番組は毎月第1土曜日の17時半から月1回の配信を予定しております。好きなことをね、仕事にできたらいいなって思うんだけど、好きなことが分かんないだったり、あと起業はしてみたけど地方だから、なんかそんなのね難しいんじゃないかっていう風にね悩んでおられる方もね多いんじゃないかと思うんですけど、結構地方でも全然関係なく行けるらしいんですよ。でも、地方の方ってPR が下手なんですって。で、今日のゲスト様はですね、そんな地方の広報を熱く熱く支援するすごい方をお招きしております。はい、本日のゲストさんを早速ねご紹介したいと思います。本日のゲスト様は、広報人材を熱く育成、ご縁の国島根から企業採用マーケティングを支援する地方企業の SNS の先生、株式会社カムツリー、代表取締役の二次遥香さんです。遥香さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ではまず、早速ね、遥香さんのプロフィールの方、私の方からご紹介させていただきたいと思います。遥香さんは島根県松江市出身で、転勤族のサラリーマン家族で、家のことは女がやるものだみたいなね、もう古風な、親族一同の共通認識に苦痛を感じながら育たれたそうです。で、高校卒業後、筑波大学に進学のため関東に、行かれます。で、大学卒業後は、これ面白いんですけど、傾いている大企業がどのように再建していくのか、その過程を内側から見てみたいと株式会社ダイエーに入社されます。で、そこからね、茨城、千葉、神奈川の店舗で店舗社員を経験の後、社内随一の人気部署、店舗開発部に、女性社員初の、抜擢をされたと。はい、はい、でもね、女に開発の仕事は無理だなんていうふうに言われていたそうなんですけれども、まあ、これブログ読んでても面白いんですけど、かなり言ってはるみたいで、で、後にね、あの時は悪かった、お前が一番仕事してると上司からね謝られたという経験もあるそうです。はい、で、会社の仕事も忙しい中、自分の勉強もすごい進んで、ね、されていて、マインドマップっていうのを暮らしの中に取り入れて、まあ、仕事とかもね、でさらに仕事終わりや休みの日にはそのマインドマップのセミナーまでしてしまうという活動派さんです。で、当時はねアトピーにも悩まされていたということで、私もねアトピーだったのでめちゃくちゃよくわかるんですけど、この薬以外で良くする方法、やっぱり欲しいですよね。で、これを模索する中で、オーガニックっていうのを生まれて初めて知って、食の大切さっていうところを知られたと。で、ね、自分でまめにオーガニックのお弁当作って、それブログにもアップされてたのを私も拝見したんですけど、はい、ね、それですごい体をね整えられて、で、そしてね、結婚されるんですよね。はい、で、結婚されて結構すぐに妊娠だったんですね。そうですね。はい、で、まあ、そのね新たなステージに進んでいかれるんですけれども、その中で食の大切さを伝えたいっていうふうに、お料理教室を計画始められます。会社辞めてないんですけどね。で、育児休暇に入ってもこのね活動熱は衰えることもなく、出産前日にもすごいんですよ。出産前日に不用品交換会に参加したりとかして、それまたねブログに上げてるんですよ。あと私びっくりしたのが、産んだ日に生まれましたとブログ書いてるって、この人すげえみたいな。そうっていうぐらいねすごい活動的で、で、まあ、出産後すぐにお試し企業っていうのを始めていかれます。で、しかし、もうそんだけ動いてたら出産もして仕事もして、なんか起業もしてとかってやってたので、無理がたたってしまって、で、さらにその後に 3.11 があったんですよね。で、まあ、その、まあ、
タル的なものとかもあって、持病が悪化したことから、もう地元の、ね、島根に U ターンされます。でそこからはもうこれ学んだら自信が持てるかもっていう風にどん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 ね、繰り返して150万円以上かけてお料理を学ばれたんだそうなんですが、なかなか自信がつかず、全然つかなかったですね。で料理教室に、お料理教室1回2500円の価格をつけるのがやっとだったという状態だったそうです。で、まあ、田舎だから稼げなくても仕方ないっていう風に半ば諦めていた時に、ご主人から、星渡る先生の講座がプレゼントされ、すごい素敵な旦那様だなと思うんですけど、そっからすごいんですよ、人生一気に変えられます。でこれを転機に地方で夢を諦めかけている人を応援したいって企業プロデュース業に転身されるんです。セミナー受けて1ヶ月半でも転身してセミナーされてるんですよ。すごい分析がびっくりしたんですけど、で、まあ、それが2017年ファインディングノート企業塾っていうのをスタートされてるんですね。でこれからまあ起業する人から、それから現在ね50万円あ現月賞が50万円以上の方とか、年商3億円の方とかまでねプロデュースを、されておられました。で今では、地方にももっとねいいものがあるからっていうので、それをモットーに、地方企業の PR を、熱血支援に取り組まれております。はい、そんなはるかさんからいろいろ掘り掘り聞いていきたいと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。はい、ではまずはですね、まあ、今経歴はねお話しさせていただいたんですけど、はい、今現在どういうことをされているのかお話ししていただいていいですか。はい、ありがとうございます。今現在は、まあ、地方企業の SNS の先生っていうのを、まあ、入り口にですね、入り口に、はい、入り口に、まあ結構老舗の会社さんが多いんですけど、企業さんの商品開発とかから、まあ、それが売れるようにするまでっていうところのコンサルティングをメインで行っております。なるほど。なんかね、あのこの間ちょっと今ね新聞をお借りしてるんですけど、こうやって、中国新聞さんですね。中国新聞さんでこの老舗企業の PR 文化を守るっていうので、ね、はるかさん紹介されていたりとか、すごいですよね。もう本当これあれですよね、あの最近のほやほやの、つい最近掲載していただいて、その中国新聞さんっていうのが、ね、あの広島で主に読まれている新聞、広島で一番読まれている新聞で、地方紙の中でも上位5番の売り上げ、5番以内に入る売り上げの地方新聞だそうで、はい、すごい嬉しかったです。でここの中になんか書かれていることで、まあ、この老舗さんっていうので、でちょっとさっきあの事前にお聞きしていると、はい、このそうですね、あの例えばですが、創業134年の風流堂さんという老舗の和菓子店さんのプロデュースをさせていただいていて、そちらのあのちょっと開けさせていただきますね。そうですね。はい、まず階段セットっていうのもあのこれ作るのを関わらせていただいて、わかります？これ階段セットって書かれてる、はい、それね、いろいろちょっとそれもエピソードがあって、あの来年の NHK の朝ドラのモデルが階段を広めた小泉八雲の奥さんの節さんが主人公のモデルになるんですね。でちょうどその階段っていうのが出版されて今年が120周年 で、でちょうど風流堂さんはもともとその箱がですね、その小泉八雲の直筆の書を箱にもともとあしらっておられたの で、 なるほど。でそれを使った記念のセットっていうのを、あの作るのを、まあ、一緒に関わらせていただいたっていうのがまずあるのと、はい、あとその中のですね、あのピンクの、はい、山川っていうお菓子があるんですけれども、そちらが日本三大メーカーの一つです。なんですけれども、今までちょっとですね、まあ、大きすぎてなかなかプレゼントには買いづらかったものを、まあ、コンパクトにして、でさらに縁起がよく可愛く、で紅白をわざわざストライプ状にしてっていう形で、まあ、あのプロデュースをさせていただいて、紅白見えるかなこれ、はい、それでですね、その山川っていう、まあ、日本三大メーカーの売り上げが、前年の同期比で 1.5 倍になったっていうこともあったりして、はい、ぜひ、ね、これめちゃくちゃ可愛いですよね。ね、そう言っていただいて嬉しいです。
いやなんか本当に送りたくなるようなね、うんうん、感じのお菓子になっててすごい、はい、ありがとうございますはい、まあね、こんな感じで、いろいろの企業さんを、また、なんだろう、今までとは違う売り方、うんうん、そうですね、まあ、時代に合った売り方に、してって感じですね。はい、ありがとうございます。はい、でもね、まあ、今のこんな、ね、すごいあの企画とかをされているはるかさんになってきた、はい、このこれまでの経緯みたいなのをちょっとね、深掘りしていきたいなと思うんですけれども、はい、まあはるかさんね、2009年頃からブログ、でそれまでミクシーで書かれてたっぽいなっていうのもブログ拝見しながら思ってたんですけど、はいはい、あのまあ、ブログねちょっと拝見してて、まだ会社お勤めの段階、全然バリバリ働いてる時に、もうなんかセミナーしたりとかブログ書いたりとかってされてるじゃないですか。やっぱり起業したいみたいなのがあったんですか、その当時。そうですね、なんかいつか起業したいみたいな、なんかそういう具体的ではないけどいつかみたいなのはあったなと思います。なるほど。でもじゃあ具体的にその、起業しようってこう乗り出したのは、そうですね、それはあの産休育休がきっかけというか、まあ、産休育休中に、まあ、私もそんなに実はあのなんだろう、なんかまあ今の話を聞いてるとすごいアグレッシブな人だなって私も客観的に思ったんですけど、でも実は中身はあのそんなに勇気があるタイプじゃなくって、そんなに自分で人生選択してきたタイプではなく、割と流されてというか決めれない感じだったんですよね。そのダイエーで働くか、サラリーマンとして働くのもすごいやりがいがあったし、仕事面白かったし、っていう中でなかなか辞めて起業っていうところまでは踏ん切りがつかなかったところに、産休育休で初めて平日休めるみたいな、なんかちょっと自由時間ゲットしたみたいな感じで、なので育休中にお試しで起業をしてみて、うまくいったら会社を辞めようぐらいに思ってたんですね。なんでそのお試し起業をやったのが育休のおかげだったので、まあ、一つそれが転機というかきっかけです。なるほどね。なんかそれまでに、すごいマインドマップのことされてたじゃないですか。はいはいはい。でもう私、あのマインドマップの写真を拡大してどうやって書いてんだろうとかって思うんだけど、あれやっぱね、教えてもらわないと分かんないなと思って、こうなんか私が思ってたマインドマップとちょっと雰囲気が違ってたんですよ。そう、なんかあれは、あれでなんかほら予定とかもマインドマップで管理するとかって、まあ、管理っていうか、まあ、頭から一回出すって感じですね。モヤモヤを出すみたいな感じですね。なるほどね。でなんかそれで、起業していくのかなと思いきや、お料理の方に、そうですね、で行かれるのに、まあね、持病のアトピー、で食事ね気を使われて、で私もわかるんですよ。私もすんごいアトピーだったので今も全然出なくなったんですけど、あの辛いじゃないですか、もうあの夜中のバリバリボリボリですね、辛い。そうだから私も結婚してすぐにサスケが、私がねこう寝てると腕をガッて上げてガーって書いてるんですって。で本人は無意識じゃないですか。でもあかんと思ってね、血まみれになっていくから必死で下ろそうとするけど、すっごい力らしくって止めれんとかってそうだからね、やっぱりすごい大変な中 でやっぱりそこの食事で、それで、ね、食事のことを訴えようとするのがすごい楽しそうにされているように思ってたんですけど、当時はどうだったんですか。そうですね、あの、まあ、基本的な性格がおせっかいなのでなんでいいこと聞いたらみんなに教えてあげたいみたいに思うタイプなのですね。なんで、その食の大切さとか全く知らなかったから、みんな知ったらいいのにみたいな感じで、もうそれを伝えるのがすごい楽しいっていう感じでした。なるほど、はい、あのこまめ食堂、そうこまめ食堂って名前でねやってたんです、ね、そうこまめ食堂、あれは何ですか、月に1回お店みたいな感じだったんですか。なんかそれもやり方自体いろいろ模索していて、まあ、最初はそのマクロビオティックを教えたかったんですけど、そのマクロビオティックが何かもみんな知らないと思ったので、まず食べてもらうことからかなと思って、それで自宅で食事会をするっていうのからスタートしたっていうのと、あと飲食
を提供するにはなんかちょっと許可とかがいるけど、まあ、料理教室の形だと、うん、まあ、いらないっていうのもあって、うん、まあ、そこら辺をうまくなんかちょっと試してみたりしてたって感じですね。なるほど。私ね、そのマクロビオティックっていうのをよく知らないんですけど、ちょっとそれって説明してもらってもいいですか？そうですね、マクロビオティック、まあ一言で言うと玄米菜食って言われたりすることもあって、うん、まあお肉お魚は使わずに、動物性の食材は使わずに、うん、まあなるべく玄米と、あとまあ無添加の調味料とか、うん、まあ伝統的な製法の調味料だったりっていうのを、まあ、陰陽のバランスとかを考えながら作って取り入れるっていう感じですかね。なるほど、はい、今の聞いてるとちょっと私、うん、ベジタリアンと似てるのかなと思ったんですけど、はいはいはい、ベジタリアンとはまたなんか違う。そうですね、まあ、そこら辺って多分いろいろ細かくは分かれていくんですけども、うん、ベジタリアンとの違いがさっきのその陰陽を考える、陰と陽、陰性陽性っていうのを考えるっていうところなのかなと思います。バランスを取るみたいなところの考え方かなと思って、なのでもっと厳密に言うとマクロビオティックは動物性を取ってはいけないではなくって、うん、まあまあバランスっていう解釈の人もいるし、まあそこら辺はね、いろいろ細かいところ言うとなんかいろいろな解釈があったり派閥があったりしますんで、はい、でもなんかね、その、うん、お肉もそれから、うん、まあ、動物性を取らないってなってきた時に、うんうん、私今実は、うん、魚介類食べちゃダメになっちゃって、なんかね蜂体質診断っていうのを受けて、で、それがなんか、まあ、リウマチが、ね、あるんですけど、そのリウマチはその魚が原因らしくて、結構で、だから魚魚介類食べちゃダメみたいになった時に、お出汁はって思って、でほら結構茅の屋のお出汁とかね、大好きで、美味しいよね、好きで使ってたのに、使えないってなってきて、すごい結構今悩んでて、でよく考えたらその、ね、このマイクロマクロビオティック、まあ、マクロビオティックも使わないってなったらお出汁どうするんだろうっていう、はいはい、結構最近ありますよ、洋風出汁の、うん、まあ、結局だからお野菜の出汁と あと昆布と椎茸、あ、やっぱり昆布、そうですね、その昆布と椎茸を両方使うとすごい化学反応というか、すごい、うん、何化学反応じゃないな、なんか掛け算ですごい旨味が広がるので、うん、なんで両方入れるとすごくいいので、あ、まあ、そんな洋風だしとか顆粒でも粉でも売ってるので、そういうの使ったら楽だと思います。ありがとうございます。まあ、ちょっとね、私の場合、はい、それだけじゃなくて野菜もダメなやつがあって。そうなの？何がダメ？キャベツとかの葉物、わお、キャベツ、白菜、サンチュとかのなんかそういう葉物がダメってなってるから、結構あれコンソメとかも、キャベツ入ってますね。そう、なんと、じゃあもう昆布と椎茸で出し取るしかない。そう、まあ、あとでも動物性の肉は食べていいね。そうね、そう、豚骨はいけるし、だから豚骨いけるよって先生に言われるけど、ラーメンばっかり食べなかった。それはそれで違う方でね。そう、こっちもね、そうね、痩せないし、ね、そうね、それも気になるな。そう、だからなんか、あ、でもすごいね、そのマクロビオティックスとかってやっていくのって、結構その今までと違うことやんなきゃいけないじゃないですか、食生活。でお弁当もすごいしっかりされてて、大変じゃなかったですか？なんかね、楽しかったんですよ。それが何が楽しかったかっていうと、その制約があるのがなんか楽しくて、制約がある中でどうやって知恵を出して、そこを超えて楽しむかみたいなところが、なんかそういうのが好きみたいですね、どうやら。なるほど、フリーダムではない。そう、フリーダムすぎるとなんかちょっと楽しみきれないっていうか、選択肢が多すぎると。わかる。なんか、建築屋もそうなんですけど、はいはい、言っても土地にね、条件があったりとか、あと、費用に予算があって、もうこんなのが全部なかったらすごいの建ててやるのにってみんな思うんだけど、実はそれをやるとできないって言われてて、なんかそんな感じですよね。そうですね、はい、でそこからですよ、ね、料理教室をされて、なんか頑張っていたのに、頑張っていたのに、星さんの MTU に参加されて、ビジネスの方向がお料理教室の先生から企業プロデュースに、
ガラッと。そうですね、うん、それそこは一旦ちょっと迷ったんですけども、うん、まず、まあ、星さんっていうのはあの女性起業家を育成するのがナンバーワンって当時言われていた、うん、今はね作家さんになられてますけども、うんうん、方で、でイルさんともね共通の、うん、師匠でもあるっていう方なんですけども、うん、私は本当何も知らない時にそんなビジネスとかあの SNS を戦略的にやるとか全く知らない時に、うん、その夫の紹介で、うん、まあ、星さん の, あの講座2泊3日でうん十万っていうあの、うん、そうですね、うん、あの四捨五入すると100いく方のうん十万で2泊3日でですよ、うん、っていうので僕が行くか春ちゃんが行くかどうするってのんきに聞かれて、うん、と思ってキャンセルしてきてよみたいなあの貯金ゼロなんですけどうちみたいな、そんな時に、うん、あのでもまあキャンセルできないならじゃあ私が参加させてもらおうっていうので参加したのがきっかけで、うん、そんな風にその SNS 構築や顧客心理やそのサービス設計とか、うん、まあ、動線設計とか、え、こんなに体系的に学ぶ場所があったんだと思って、でびっくりして、え、こんな世界があったのと、本当 目から鱗っていう感じで、それで、まあ、それこそあれですよ、おせっかいだからいいこと聞いたらみんなに教えてあげたいから、うん、え、私もしかしたら料理よりもこっちやりたいかもっていう、その料理教室を通して人を幸せにしたいと思ってたんだけど、まあ、そうじゃなくて、まあ、私みたいにそのやりたいことあるのになかなかビジネスとして成り立たずに諦めていく人をたくさん見てきたので、なのでそういう人の役に立ちたいと思って企業塾の先生になりたいなと思ったけど、やっぱり料理も好きだしどうしようっていうのはちょっとなってました、迷いました。え、あれ迷ってる期間じゃないですよねそう、並行しながら迷ってた、あの並行して動きながら実はこう深層心理ではちょっと迷って、うん、一応その料理教室でもやっていく道もとか、なんか並行してやっていく道も一応あの自分の中ではあの選択肢に実はありました。うーん、いやでもなんかあのあまりの振り幅みたいな、うん、ね、すごいなと思って。そう、でも私の中では全然一貫してて、うん、人を幸せにしたくて料理教室の先生だったんで、うん、手段が変わっただけで、うん、まあ、みんなを幸せにしたいみたいな大それた夢は変わってないんです。うーん、だから夢って、ね、うん、そう、あのお料理のこれを広めたいと思っているのではなく、その先の幸せ、うん、そう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 だったってことですね。そう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 、そういうね、俯瞰するの好きだし得意なんですよ、うん、それはまたマインドマップとかで。そうですね、そうそう、10年後自分がどうなりたいとか、うん、まあ、あわよくばこんな世界が作りたいとかを妄想するのが好き、うん、でした。だからなんかその本当になりたいもの、うん、でここがワクワクできないと、うん、あのブログにも書かれてましたけど、お料理教室やってもやっても、うん、あのなんとなく疲弊する感じで、うん、はい、いつもなんかダウンしちゃうみたいな、うん、そうそう、ダウンしてました。うん、やっぱりあれ好きなことしないとダウンするのね。そうで、ちょっとそこがポイントがあって、うん、好きなことしててもダウンするんですよ。No。 その料理教室好きだったんですよ、うんうん、めちゃくちゃ好きだったのにダウンしてたのはなんでかっていう理由もちゃんと導けて、うん、え、それ聞いていいんですか？はい、もちろんですそれがあのやっぱり人に何かを提供した時に、うん、その提供するエネルギー量と、まあ、同じ価値のお金を受け取らないと、うん、こう結局エネルギー交換だなと思って、でそれがバランスが悪いと人は体を壊すんだっていうことを身をもって体験したっていうふうに思ってます。あ、ということは、うん、費用が安すぎた。そう、2500円だったからね150万かけて150万かけて2500円、いつになったら元取れるんだってやつですよね。そう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 です。うん、あ、いやでもこれがじゃあもし、うん、まあ、1回5000円あるいは1万円とか取れてたら、うん、もっとわーって楽しくなれた。まあでもそれでちゃんと人数とね、なんか合ってればでしょうね、うんうん、合ってれば、まあ、楽しくもあったでしょうし体は壊さなかったかもしれないですね、うん、はい、なるほど。でもなんかね、うん、好きを仕事にするのと、うん、あとまあニーズがあるうんぬんとか、うん、あとそのなんだろう相場感、うん、で結
構最初って相場に悩みません？そうですね、悩みますね。私も収納のセミナーとかするのに、まあ、セミナーって言ったら3000円でしょみたいな。でも3000円で集めても利益ね、会場費とか払ったらおうみたいな。そうですね、ね、っていうことになっちゃうからもどかしいところですよね。そうですね。なので、まあ、セミナーで儲けようと思っちゃダメっていうかってとこですよね。そういうことですよね。そう、なんか今気になるお言葉、セミナーで儲けちゃダメ。それはどういうことでしょうか？はい、ありがとうございます。いや、イルさんももう分かっていらっしゃるとこなんですけども、まあ、お客様に出会って、まず出会わないと、まあ、その先のサービスというかにもね、つながらないので、まず出会うことは大事なんですけども、そのなんか出会ったばっかりの人になんか、まあ、いきなり結婚しようって言ってもびっくりされるみたいな感じで、まあ、いきなりね、すごい私のめちゃくちゃ濃厚なサポートを受けませんかって言っても、まあ、びっくりされるわけなので、なんかちゃんといろいろ段階踏まなきゃいけないっていうのがあって、でなんで、まあね、セミナーはまず軽く出会う場所、みんなで、あの軽やかに出会う場所っていう感じで、なんで、まあ、金額も軽やかな感じでやるのが必要かなっていうところですね。ということはやっぱりその後にしっかりとした商品があるっていうことが大前提、ね、そうですよね、はいはい、そのなんかね、主婦の人が起業をしようとした時に、この本命商品がないまま起業してしまう人って多くないですか、私も含めてそうなんですけど。いや、本当私もそうでした、ね、だからなんか1回1回のしか考えてないというか、そうですね。なのでそこら辺がそのサービス設計というところだったり、動線設計っていうところですよね。いや、私もあの星さんの MT 受けた時、衝撃で、何、雷に打たれるってこういうこと言うんだみたいな。でなんか情報量多すぎ、多すぎませんでした。いや、多すぎましたね。だからもう、はい、私いい意味でね。そう、なんか知恵熱出たんですよ。いや、まあわかるけど。そうで、しかもなんか話聞いてて、あまりにも多すぎるから、なんかだんだんこう穴という穴を塞ぎたくなっていく、なんかもう情報が出ていきそうで面白い、そう、なんかもうどうしたらいいみたいなぐらい。でもなんかそのね、あ、こうやって構築するんだって、ね、私でも実はそこに行くまでに、あの商工会議所の企業塾みたいなのも入って、イルさんってたんですよ、なんか1年間で学ぶところがあって、はい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 、でもあの内容は全然なかったので。そうですよね、ないですよね、そう。でどうだったんですか、その商工会議所のに出て、なんか変わりました？いや、なんか結局ね、分からなくなっちゃったんですよ。ほうほう、うん、あのなんか多分教えられているのは、なんか企業を作るみたいな、まあ言ったらコンセプトをずっと作っていくんだけど、で何したらいいのっていう具体的な、じゃあそのお客様に対してのアプローチどうするのかとかっていうところが、なんかいまいち分かんないまま、テレビに出なさいって言われてテレビに出るとかっていうするんだけど、なんかよく分かんないみたいな。なるほど、ね、みんなそれぞれ一生懸命教えてはいるんですけどね、そうそう、まあ、それが成果につながるかどうかってね。 そう、だからあのそこで学んだことがじゃあ生きてないかって言ったらめちゃくちゃ生きてるんですよ、今やっぱりホさんのところでも学んだことで両方がやっぱり合致したことで、なるほどってすごい理解はできるんだけど、でも当時はちょっと分かんなかった、ですね。私もそういうあの自治体が主体でされた、まあ、企業のセミナーも出たことあって、それでちょっと印象として思ったのが、計画立てて終わったなっていう、計画立てたんです、なんかこういう売り上げ立てるみたいな、でも私がその2500円とかで、その、まあ、母が着付けやってたんで、着付けと私の料理のセットで2500円みたいな価格設定してて、もう誰も何も突っ込んでこなかったんですよ、いやなんか価格無理じゃないですか、それで。いやでもそれに対して誰も突っ込んでこなかったなっていうのは思って、だから本当計画立てて、終わっちゃったなっていうのは思いました。ね、そうだから、まあ、あのなんかね、起業って
最初からズバンっていけるものではない、うんうん、っていうのも思いません、うん、思います。なんかやっぱりそういういろんなちょっとずつの積み重ねがあって、うん、それが、統合されるところに出会った時に、うん、こう、うん、おーみたいな、うん、そうですね、うん、だからなんかそういうのもいろいろまず計画の立て方知る、うん、っていうところも大事だし、うん、であとはなんかそので価格が違うんだよってことを知ることも大事だし、うん、あと全体の流れ、うん、一個一個で売るんじゃなくて、うん、こうねこう後ろに後ろにこのバックエンドがあるんだよみたいな、うんね、そうですね、それがないとちょっと成り立たないんだよってとこですね、うんうん、でもなんか主婦企業って言えばそこを学ばないし、うん、多分商工会議所とかだとやっぱ安いので、うん、費用が、うん、だからまあ、それで行ってしまうけど、うん、で結局社会からちょっと離れちゃってる場合もあるじゃないですか、うん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 、あのもうママになって、うん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 、本当は復職しようかなって思ってたけど、うん、あもういっかっていう風になって、うん、でも何かやりたい、うん、で起業ってなったら、うん、一番身近に感じられるのがお料理、うんうんうん、そうですねあるいは片付け、うんうん、なるほどなるほどそうだと思うんですよ、うん、で結局すごく安い単価でやってしまう、うんうんうん、であの自分のお小遣いって思ってしまう考え方ない、うん、ありますね、ね、うん、だからあ2500円稼げたら2500円全部自分のお小遣いみたいな感覚になるけど、うん、本当は 起業してそのビジネスするとなると、うん、いやそのお金の中に何入ってるか分かってるみたいな、うん、そうです ね、うん、そこが、ね、やっぱりそういうのってねこういう、うんそういうのが分かってる人と知り合わないと、うん、そうですね。あと、うん、なんかいくら稼げたら普通なんだろうってのがまず分かんなくて、あそこからでしたね。でもちょっとして分かったのはだいたいそのパートさん の、うん、あのお給料っていうのが扶養内の方でだいたい8万から9万月にかなっていうのがなんとなく分かると、うんうんうん、じゃあ自分の売上が月に、まあ、8万9万だと、まあ、パートさんと同じぐらいっていう、うん、まずのが一つ基準として、うんわかるなとかそれもなんか経験を経てやっとわかったし、でもそのパートさんは手取りでも8万9万だけど、うん、でも売上が8万9万だとしたら、うん、そこには経費が入ってるわけなので、うんうん、実際手取りはまあ 4,5 万がいいところっていうね、うん、そういう考え方がもう本当に知らなかったのでいやもうね知ってる人のとこ早く行った方がいいってところですね。ね、本当、うん、これもうね、うん、起業する人絶対行った方がいいですよね、うん、あの最初にお金は確かにかかるけれども、うん、知らなかったらずっと稼げないままですよね。そうですね。でもそれがそれで幸せなだったらいいんですけどね、うんうん、まあ確かにね、その方がその働き方で、うんみんなに喜ばれて、幸せだったらいいと思います、うん、でも多分はるかさんみたいに結局対価が合わなくて等価交換じゃなくなってるから ね、 そうですね崩す、うん、そうすると、まあ、体壊したり ねってなるありますからねと思います。なんか私も多分なんかそうだったんだろうなと思います。で私の場合、まあね、起業したっていうよりもその前にずっともうあの建築の下請けで仕事してたので、あの事務所登録したのはもう38の時かな。でももう31ぐらいからずっと下請けで仕事をしてたので、そっちはまだ稼げたんですよ、うんうん、だからなんか今度セミナーとかやった時に全然単価わかんなくなっちゃって、そう、なんかそこからが崩れていく、そしてなんか一人ではできなくなると人雇う、人雇ったら人件費かかる、どん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 赤字になっていくみたいな。そう、赤字経験したことあります。めちゃくちゃありますよ。いや私もすごいありますって感じ、はい、いやもう本当に自分の人件費出なかったですもん。もうとりあえず人件費なんとか払えるぐらいで、じゃあみんなが営業してくれるかって言ったらしてくれないしとか、で営業のやり方もみんなわかんないし、で PR のかけ方もわかんないし、もういた地域新聞コミュニティ新聞とかに記事出したりとか、でもそしたらねまたそれもお金かかるじゃないですか、収益もないのにってやってましたね。ですよね。そうで結局ね、最終的に本命商品ができても、商品どんなにいい商品ができても大事なことってありますよね、え、何ですか今されてることだと思います。あ、PR、うん、情報発信、情報発信、そうですね。で結局なんかその、
情報発信ができてないから、うん、お客様が来ない。そうですね、うん、で今ね、さらにね、地域企業さんの PR をメインにされてるんですけど、まあここって何かまたその、今本命商品を作るっていうね、その段階をちゃんと踏むっていうところをお伝えしてたのが、今度 PR をメインにされるようになったきっかけみたいな。はい、ありがとうございます。なんかね、みんなちょっと持ってるんじゃないかなって思うんだけども、うん、なんか自分の住んでる地域とかに貢献したいって気持ちなんかないですか？なんか結構そういうの思いとしては持ってる人いると思うんですけど、あの、なんかね、多分ね、それは生まれ育ったところにいてるとそうかもしれないんですけど、私結婚して離れてるので、はいはいはい、新しいとこに来ちゃってるんですよね。だから、あんまりそこを感じてないかもしれないです。そうですね、私はやっぱりその、うん、東京に住んでたところから島根に U ターンしたっていうのもあって、やっぱり地元で、私その SNS 企業みたいな感じでやったことで、うん、その情報発信能力がすごく伸びたわけですね。料理教室としてはやっぱりなかなかそのビジネスにできなかったけど、うん、そこで得たものは、まあ、SNS の発信力は得たかなと思って、うん、ですごくそれの効果も感じていて、うん、でっていうのが地元の企業さんのモデルハウスでの料理教室を依頼されて、うん、でその時集客まで全部やってたんですよ。すごい、はい、でなぜかというと、やっぱ地元企業さんは今まで通りチラシをポスティングしたり、うん、あとなんかそんなんで、でもそこからの集客ゼロだったんですね、10年以上前で、で私が SNS ででもゼロだとやっぱ料理教室の先生のブランドが下がっちゃうから、絶対に嫌だったんで、満席にしたかったんで、そう自分で SNS 発信して満席にしてたので、まあ、そうやってあの無料で、まあ、労力はかけるけどっていう手段を私は知ってるけど、地元企業さんみんな知らなくて、え、なんてもったいないって思って、うん、であとはその地元帰って地方にはいいものすっごいたくさんあるのに、なんか全部掘り出し物って感じなんですよ。私は知ってるけどみんなは知らないだろうなっていう商品がすごく多くて、で知られてないってことはやっぱ売れなくなっていくわけなので、っていうことはせっかくのいいものが残っていかないだろうなっていうのが想像できたんですね。ってことは、まあ、本当にこれを知られるためのことは知っていきたいっていうのをすごく思いました。なるほどね、うん、いやでもあの企業が古ければ古いほど、うん、そこって難しいですよね、はい、めちゃくちゃ難しいです。私も積水ハウスさんとお仕事させてもらっても、うん、やっぱり積水ハウスの個人の人たちが、うん、あの SNS を発信しちゃダメなんですよね、うんうんうん、いろいろ規定がね、そう規定がすごくあって、うん、で、まあ、担当者、そういう担当の人がいてやるんだけど、うん、じゃあ今度は全国区になっちゃうわけですよ、うん、じゃあ、私やらせてもらってたの奈良でってなった時に、うん、じゃあ奈良のことを発信してほしいってなっても全国のでやるものがメインなので、うん、知られないで、うん、で SNS ができるわけじゃないので、うん、結局あ集客はこっちなんだみたいな、うんうん、なるほどになったりとかしてたので、うん、いやそこをもうちょっとなんだろう、会社もその個人を、うん、個人の、うん、SNS とか、うん、ね、なんかちょっとなんかやりようをやったらいいのになーなんてちらっと思いますよね。で本当すごいそれを思ってて、うん、まあ個人起業家がこんなにうまく SNS を活用してやってる、うん、このノウハウを企業さんが使ったらめちゃくちゃいいのにと、うん、で広告費ドバドバかけるんだったらその一部でもちゃんと情報発信しっかりしていく方に振ったらすごく効果あるんじゃないかってっていう風に思ってですね、うん、はい、です、ね、本当に。じゃあ、まあ、例えば、これからそのね、うん、まあ、今まで企業さんで、うん、まあ、古典的に、うん、まあ、雑誌に載せる、うん、火をかけて雑誌に載せる、うん、あるいは、チラシを配布するとかってやってきたところが、うん、これからやるなら何をやっていったら、うん、
そうですね、あのまず掛け算をやるっていうことだなと思って、うん、その CM もや今まで通りやっていいし、うんうん、広告もされていいんだけども、でもその広告出したよっていうのを、それと同じ内容をちゃんと SNS でも発信するとか、うん、まあ、CM も出してたらCM 出してるよ見てねっていうのを SNS でも発信するとかっていうのは必要かなと思っています。なるほど。じゃあ SNS の、うん、SNS もね今いっぱいあるじゃないですか、うんうんうん、はい、ね、あのなんか X ありの、うんうんうん、Facebook、うん、インスタ、はい、まあ、最近スレッズもでき、はいはい、でミクシーってなくなったのかな、うん、あんまりね聞かないですね。あと何がある？ YouTube もあるし、 TikTok、 うん、あとなんか17とか、うん、ライバー系 ね、 はい、あとクラブハウスもまだある、ね、そうですね、ね、ってなったら、うん、どっから、はい、で多分そこから分かんないんじゃないかなと思うんですけど、はいはい、ね、それで言うとどれだったら一番楽しく発信できるかって聞きます。あ、まずでもやったことないってなると、うん、まあそうですね、やったことなくて別にどれでもそんな楽しくないっていうか変わんないんだったらまあインスタグラムが一番、まあ、簡単に始められてかけた労力のとその効果とのバランスが一番いいかなというふうに思っています。なるほど、うん、まあね、インスタ今インスタがやっぱ一番多いのかな。うん、そうですね、うんうん、まあ、そのビジネスとして何かをっていう時はインスタが一番、うん、まあ、多いかなとは思います、ね、まだね、あの X とかだったら変に炎上しちゃうとか、ね、うん、あったりするけど、ね、怖さがね、怖さあるけど、うん、インスタはそういうのあんまり、ね、あんまりないですよね。やっぱそもそもの文化が違うかなと思って、うん、インスタってやっぱりここ行ってよかったよとか美味しかったよ、うん、綺麗だったよみたいな、なんか良かったところを写真とかで、うん、あの紹介するっていうのがそもそもの文化かなと思うので、うん、だからあんまりなんか誰かを批判するとか、うん、そういう場所じゃないですよね。あ、確かに、うん、なんか Facebook の時はちょっと微妙だ、うんうん、まあ、文章が、ね、メインになっちゃうからかな、ね、うん、まあ、自分の意見を言う人もいますよね、うん、Facebook はね、うん、私もいっぱい Facebook で炎上したから。あ、そうなんですか。そう、あ、炎上したらすげーとか思って。すごいですね。そう、炎上って言ってもなんか身内ですよ、身内で、あ、へー、そんなことこの人言うんだ、言ってくるんだみたいな感じだったので。なるほど、なんか人気者の証拠って感じですね、炎上はね、そうですよね、うん、炎上するのは、ね、はい、人気者の証拠ですからね、はい、ありがとうございます、はい、まあね、そんな、ね、ことをされているはるかさんですけれども、うん、まだまだ進化をしそうだなと思っているんですが、うん、今後のはるかさんの展望を教えていただけますか。そうですね、ありがとうございます。まだあんまり外に出してないけど、うん、ちょっと思ってることが実はあって、うんうんうん、っていうのが、まあ、最近言われるのが、そのまあ、はるかさんが地元で企業さんにどうやってコンサルをしているかを教えてほしいって言われるんですよ、うん、でそのやり方で自分も自分が関わる地域にそのやり方でコンサルしたいって言われることが出てきてですね、まあ、そういうこともやっていきたいなとは思っています。いいですね、はい、っていうことは、うん、もう本当に全国にはるかさんみたいな人が各都道府県にいるみたいな、うん、はい、そうですね。いや、すごい。そう、まあ、そうなったらね、いろんな企業がまた力を吹き返して、うん、そうですね、はい、ね、なんかそうなると私、うん、東京に一点集中している、うん、なんかこの人口だったり、うん、いろんな機能だったり、うん、私も本当分散しなきゃいけないんじゃないと思ってる派なんですけど、うん、なんかね、地方が強くなってくれればそういうのもね、うん、また見えてくるかもしれないですよね。ね、はい、そうなんです。各地方を強くしたいですね、うん、で私がミッションで掲げているのが地方の発信力を底上げするなので、うん、やっぱり各地が底上げされたらいいなと思って、うん、でそうするとやっぱ自分一人の力じゃ無理なので、うん、やっぱ私みたいな人が増えたらいいんじゃないかな、まあ、実際にそういうお声もいただくようになったので、うん、っていうふうに思っていて、でやっぱり老舗企業さんへとのなんかやり取りのコツというか、うん、やっぱりこういう順番で入っていかないと
ダメだよとか、うん、なんかいろいろコツが多分蓄積されてきたと思うので、うんうんうん、そこら辺を、うん、そういう SNS とか情報発信を教えて地域の役に立ちたいっていう人たちに教えられたらいいなと思っています。いや私これめちゃくちゃ楽しみにしてます。うん、ぜひ頑張ってあの、うん、本当に地方をもっと輝かせる、はいね、その礎になっていただけるといいなと思います、はい、ありがとうございます。また、ね、この番組にも、はい、ぜひいただければと思います。ありがとうございます。はい、ではですねお時間になってきたので、はい、すっきりワンポイントアドバイスコーナーに移りたいなと思うんですけども、はい、はるかさんってお家とかでなんかすっきりしなくて困ってることとかってあったりします？なんか一言で言うと全部みたいな感じですね。まあ、子供が3人いて、中2、小3、うん、4歳がいるんで、うん、でなんかもう4歳が結構はちゃめちゃで、うん、なんかもうすごいぐちゃぐちゃにするんですよね。うん、あらゆるところを。あらゆるところを。はい、まあ、なんで困ってます。なるほど。4歳。はい。4歳ってことはもう言葉も。そうですね、言葉は、うん、会話は通じます。ですよね。あのこれお片付けって、はいはい、実はちっちゃい時からやっぱ自分でやらせるっていうのがすごく大事で、でこのお片付けするってお片付けの中にはいろんな行動があるんですけど、まあ最初ね簡単なステップとしては出す分けるしまうなんですよね、はい、うん、で出す分けるしまうのこの分けるっていうところが実は難しいところで、この分けるを、うん、あの親がやっちゃうんですよ結構、うん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 、で親がやっちゃうと分ける訓練ができないんですよね、うん、だから自分の中で、うん、例えばおもちゃたくさんあります、うんうんうん、でもうこれ使ってないだろうって親が判断しちゃう、うんうんうん、でいらないだろうと思って捨てる、うん、あれがないってなっちゃう、うん、それは自分で決めてないから。なるほど、うん、なので子供に、今じゃあ遊んでるおもちゃあるね、うん、一番好きなおもちゃどれ、一番よく遊んでるおもちゃどれとかっていう使ってる頻度で、本人に分けてもらうことが大事なんですよね。その質問の仕方がねやっぱコツですね、うん、すごいですね。だから今一番よく遊んでるのどれ、うん、でその次に遊んでるのどれって聞いていって順番に出ていくと、うん、全然遊んでないものばっかりがもう残るわけですね、うん、じゃあこの全然遊んでいない子たちはもう遊ばないって確認をすると、うん、ああもう遊ばないって言える子もいれば、うん、やっぱり心が残っちゃう子もいる、うん、でも今度はこのおもちゃたち遊んでもらえてなくて寂しいと思ってるよっていう話もする、うん、でお友達に遊んでもらえなかったら寂しくないっていう、うん、今度本人に置き換えてみる、うん、で寂しいってなってきたらじゃあ他に遊んでくれるお友達がいたらどう、うん、じゃあその人のとこと遊ぶよね、うん、この子たちももしかしたらもう今一緒に遊んであげれないんだったら、うん、遊んでくれる人のところに行った方がいいと思わない、うん、って話をして、うん、本人が納得できたら手放す、うん、っていう風にしていくと今度は自分で決めるってことを覚えられるんですよ、うん、すごいそうだから子供が自分で決断ができるようになる、うん、でしかもこの取捨選択をするってことをするので、うん、これが人生で自分に必要か必要じゃないかとかっていうのを、うん、めっちゃ大事、うん、あのする訓練になるので、うん、で最近の若い子ってやっぱ親が全部やっちゃってて、うん、まあ、言ったらこける時にも、ね、親が手出しちゃうから、こける時に手出さないとかっていう、うん、ね、ことも問題になってたりとかするから、やっぱり親がやっぱり過干渉で手を出しすぎちゃうから、うん、自分で決めるってことをやって、あとじゃあこの子たちが帰るお家はどこですか、うん、を自分で決めてもらう、で自分で決めたらすぐに、ね、直せるようになるわけじゃないんだけど、あこの子のお家どこだったって聞くと、あそこに決めたって言って持って行ってくれる。でもこれは親がこのおもちゃはここに片付けなさいねって言うと覚えられないんですよ。なるほど。自分で決めてないから、うんうんうん、でこれは旦那さんでもそう、うん、旦那さんと一緒に配置を決めるだったりとかっていうことも大事で、で家族みんながどこにしまうのかが分かっているお家は、うん、家族それぞれがちゃんと、うん、あこれ、まだ使うって確認をして、うん、使わないんだったらお家に直してあげてっていうふうに言うだけで片付けられるようになるので、うんうん、でもこれ
片付けなさいって言っても片付けるとこ分かんないと片付けられないから放置したまんま。いやもう私おうちプロデューサーアカデミーに入んなきゃいけないかなって思いました深いっすね。そうだからね、あのお家を私、ね、お片付けのゴールって探し物ゼロだと思ってるでしょ、めっちゃうちみんながいつも探し物してます結局その探し物で人生を命がけて探し物することになっちゃうので、だいたい平均でね1年間あ1日10分人は探し物してるって言われてるんですよ。でもチラカリーナさんになればなるほど1日10分では収まらないわけですよね。でもこの10分が1年間365日毎日やってると3650分ってトータルすると 60.8 時間になるんでしょう。科学的そう 60.8 時間って24時間で割ると2日半なんですよ。1年間で2日半ね、やだやだやだ。そうだからそこが家族みんなで亡くなったら2泊3日の旅行も行けるような時間が生まれるし、それから探し物をするってことは買うものが増えるんですよ。そうですね。で買うものが増えて家の中に入ってくると余計に探し物になっちゃうから、やっぱそこを止める。で止めれると無駄なお金も使わなくて済むようになるし、じゃあ2泊3日 の、 あの旅行代が出るみたいな。いいですね、夢がある、あとね食材とかもやっぱり傷ませないで済むようになるし、そうなるほどそうでもやっぱり子供にはちゃんと自分で決めるっていうことを、あの怒るではなく質問でやってあげるっていうのが一番大事に勉強になります。よかったです。ちょっと、まあ、やっていただけるといいかなと思いますが、はい、大丈夫でしょうか。はい、やってみたいと思いますありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ということでね、お時間になってきましたので、はい、今日はここまでにしたいと思うんですけれども、はい、はるかさんの、なんかはるかさんに今後企業の PR とか、なんか、あの教えてほしいなと思ったり、なんかした時はどこに行けばいいですか。そうですね、まあ、インスタグラムで二つぎはるかを、はい、検索していただいて、はい、メッセージいただければと思います。はい、今日のね、この放送の、キャプション、あの説明文書いているところに、はるかさんの、インスタと公式 LINE と、あとホームページ、カムトリーのホームページの URL とか貼ってますので、そこからね見ていただければと思います。はい、で私の方からもねちょっとね告知をさせていただきたいと思います。で私の方はですね、来月の10月5日にですね、褒めちぎる会、私と長松智子さんとで、主催しているオンラインサロンで褒めちぎる会ってあるんですけど、この褒めちぎる会の、大阪でのランチ会を開催しようと思っております。で、ここでは自分発見ワークって言って、ちょっと色板カードを使って、自分ってどういう人なのかっていうのをちょっとそれで分かってもらうっていうのもやりますので、ぜひね、ご参加いただければと思います。で、それも私のインスタのハイライトを見ていただくと多分分かるので、はい、そちらもだんだん声が小さくなってそう、もうね、あのね、そう、すいません、私もねPR ベタなんです。わかる、私もなんかそんなメッセージくださいとか言ってる場合じゃないのに本当すいません。はい、はい、まあね、こういうのもありますので、ね、まあ、あのお互いね、インスタを見ていただければそういう情報が入ってきますので、はい、ぜひご覧いただければと思います。はい、であとね、おうちプロデューサーアカデミーもまたねちょっとあのリニューアルをしようと思っておりますので、またねその案内も、インスタの方でも流していきますので、ご確認いただければと思います。はい、ということで、はるかさん今日はね、島根からはるばる大阪までお越しいただいてありがとうございました。こちらこそありがとうございました、はい、では今後のね、活躍を楽しみにしていたいと思います。それでは皆さん、来月の、10月5日にまたお目にかかりたいと思います。それではお疲れ様でした。